JLPGA 韓国を丸パクリしてしまう。 JLPGA が原絵梨香や吉田優里など今年のブライトナーを発表した。選出された選手たちは SNS やイベントなどで広報的な活動を行う。この制度について JLPGA は韓国を参考にしていますと説明した。韓国でブライトナーに選ばれることは非常に名誉なことで、スポンサーへの恩返しやファン急増へ大きく貢献する。 JLPGA には韓国に負けない活動を期待したいですよね。